通常の TCP 接続。左側のユーザーがサーバに接続する場合、3つの段階からなる手順が踏まれる。新フラット攻撃。攻撃者は新パケットを大量に送り、サーバの返答を無視する。サーバは返答が来るか、あるいは一定時間が経過するまで記憶領域を保持し続けなければならず、この間通常のユーザーの接続は受けられない。 新フラット攻撃とは、インターネットにおけるドス攻撃の一つ。インターネット上に公開されている Web サーバなどの負荷を増大させ、対象となるサイトを一時的に利用不能に陥らせてしまう効果がある。一般に、インターネット上の TCP 接続は次のような手順で行われるクライアントがサーバに対して TCP 新パケットを送信する。 新パケットを受け取ったサーバーは、そのクライアントの接続を許可する新アックパケットを送信する。同時に、サーバーは、接続を準備するために、そのクライアントとの t c p 接続用の情報を記憶する領域をあり当てる。新アックパケットを受け取ったクライアントは、接続開始を表すアックパケットを送信し、サーバーとの通信を開始する。新フラット攻撃は、 クライアント側がこの3の操作を意図的に行わないようにしてサーバを中途半端な状態にすることである。新フラット攻撃を行うクライアントはサーバに大量の新パケットを送った後サーバから返された新アックパケットを無視してそのまま放置する。サーバ側からすればクライアントからアックパケットが届かないということはネットワークに障害が発生しているか あるいは通信速度が非常に遅いかのどちらかである。このような場合、TCP、IP ではサーバークライアントからのアックパケットを一定時間の間待たなければならないと決められている。しかし、サーバーは待っている間もクライアントの情報を保持し続けなければならないので、新パケットを一つ受け取るたびに使用するメモリ領域は増大する。 この現象が極めて短時間のうちに大量に発生するとサーバは TCP 接続のために使えるメモリを全て使い果たしてしまい新たな TCP 接続が一つも準備できなくなってしまうこの時サーバはいわゆるライブロック状態に陥っており継続して動作はしているものの他のクライアントから TCP 接続要求を送っても反応しないため 完全にダウンしてしまったように見える。オペレーティングシステムによっては最悪のバイシステムがクラッシュしてしまうこともある。新フラット攻撃はサーバ上のメモリをどれくらい消費するのだろうか。サーバが帯域1ガ b p s のイーサネットでインターネットと接続されていると仮定すると外部から送られてくるデータ量は最大約 100MB 秒である。 通常の TCP 新パケットの大きさは60バイトであるので1秒間に外部から送信されうる TCP 新パケットは最大約200万個になる。新フラット攻撃ではこれらの接続元アドレスは通常すべて異なるアドレスに偽装されているのでサーバは新パケットが1つくるごとに最低でも16バイトの情報を必要とする。 したがって 1GBps の帯域をフル活用した新フラット攻撃が行われた場合、1秒間にサーバーが消費するメモリは約 30MB である。さらにサーバーは各新パケットを最大30秒間にわたって保持しなければならない。すると、サーバーが持たねばならない合計記憶容量は 900MB になる。 新フラット攻撃が継続して行われている間は30秒ごとにこれらの記憶領域がほぼ全面的に書き換えられる上、サーバは新しいパケットが来るたびにそれがこれらの情報と一致しているかどうか照合しなければならない。このための処理能力やメモリアクセス速度は現在のほとんどの PC の能力を超えており、このような大規模な新フラット攻撃を通常の方法で 不荷分散するためには高い能力ととカームなどの専用メモリを持った非常に高価なルーターが必要である。新フラット攻撃は1996年に米国の大手プロバイダパニックスのメールサーバーがこの攻撃によってダウンしてからよく知られるようになった。当初、この攻撃に対する効果的な防御は存在しないと考えられていた。 理由としては攻撃者は TCP 新パケットの IP アドレスを偽装することができたためである。サーバーから見ると、これは単にランダムな IP アドレスから大量の接続要求が来ているだけで、そのうちのどれが本当に応答すべきでないパケットなのか判断することはできない。しかしその後、新クッキーズや新キャッシュといった手法が考案され、 新フラット時でも正当なクライアントからの接続をある程度処理できるようになった。また、最近はプロバイダによるイングレスフィルタリングも普及してきたため、偽装されたパケットによる攻撃は難しくなっている。2007年2月20日から22日までに、この攻撃法によってニコニコ動画のウェブサーバー、メッセージサーバーなどが攻撃され、23日11時20分分より、 サービスが停止される被害にあった。はじめは30台程度による小規模な攻撃であったが、その後増大。結果3000台以上による攻撃となり、サービスを停止した。ありがとうございます。